2つ目は、まあ、武漢肺炎の話です。連続で恐縮ですが、今度は中国、まさに出元の話です。中国とどこの関係か、珍しくアメリカではありません。オーストラリア豪州の話です。まあ、産経新聞の記事でこう恐縮ですが、コロナ対応に中国に強気、豪州が出てますと。中国報復しても調査要求検事っていう記事ですね。要は武漢に捜査を入れろ、調査を入れさせろって外圧がかかってるんだけど、今中国はだが断るって堅くなに言っとるわけですね。まあその時点で隠蔽してますってバレてるようなもんだけど、自分から自白してんなよって、うん、ね、そういう、いや、まあ他の国もそうだけど、特はあの三国は大体そうだけど、いや、何の問題もないんだったら隠蔽してないんでしょ、自分のところが出元じゃないかもしれないってほざいてるんでしょ、ほざいてない言ってるんでしょ、じゃあ捜査が入ったって調査が入ったって何の問題もないはずじゃん。でも言えないんだよね、中国はね。もう叩けば埃がバタ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 出てくると、だから言えないんだろう。実際アメリカ、今度はアメリカの話ですけど、先日トランプ大統領が断交も辞さないよっていうことをおっしゃってましたね、言ってましたね。それの直後に中国は、あ、ごめん、うちでウイルスの検体いくつか壊してたんだ、はははってさらっと言ってましたけど、おい、ふざけんなゴロラって話ですよね。であのさ、それでさ、あの一定水準の貿易体制が整っているところ以外はって言ってきたら、その一定水準整っているところ3件で出せやって話なんだけど、出てこないじゃねえかよってギャグかと。結局全部潰してるんだよねとしか見えようがない、それどう、それ逆にどう思います？貿易体制が整ってないから、いやいや、そういう問題じゃないよね、調査機関なんだから一定以上のものは当然持ってるよね、そんな超最先端のじゃないと検査できないんだったら、そもそも捜査機関として手をなしてないじゃないかと。じゃあそこから漏れたんじゃねえの帰ってって話になるぐらいのもあるっすよ。実際ね、検体が漏れたというか、これが、ゲノム情報っつったかな、をリークした、中国からリークされた直後にその検査機関が封鎖されてるらしいね。それだけを見てももう隠蔽臭が、金平臭ならず隠蔽臭がもうパないことになっておりますよ、本当にね。金平さんもいい加減、隠蔽臭ね、そう、隠蔽臭です。さすがに隠蔽臭がパないですが、もうさすがにね、ここまで匂ってくると中国がどんなに強気いてても誰も怖くないんだよね。だって、いや、まあ世界中からタコ殴りに遭うのが目に見えてるの、いくら今一帯一路を使って札束で引っ張られたところがいっぱいあるとしましょう、でもここまで来ちゃったら潰れる船でね、沈む泥船にしか見えないよね。で、それを見えないような為政者、テドロスとかね、ああいう見えない為政者には、まあ一緒に沈んでいただくのがいいんじゃないかなと。で、今日から WHO の総会だっつうんですけど、結局台湾がオブザーバーになる動議はどうなったんでしょうかね。今んとこ産経のところにも出てきてないんですけど、代表なんか知ってます？ダメ、中止になった、なすか、参加なし、あーらしいですね。そこまで来ちゃうと、もう、やはり中国はろくでもない国だということがまたバレてしまいますね。はい、今中国は医療品仕方ないから今は買ってると思います。でも今日本だってダブついてますね、3本目で言おうと思ってたんですけど、ダブついてますよね、マスクとか新大久保とかで叩き売りしてますよね、新大久保とかで、ていうか先ほどで秋葉に行ったんですけど、漫画屋さんでマスク売ってましたよ、さすがに引きました。はいはい、まあ当然中国製でしょうけどね。
はい、皆さん中国から物をできるだけ買わないようにしましょう。そして各企業の皆さん、中国資本は叩き出すことに精を出していきましょう。そうしないとろくでもないことが起こることはもう目に見えております。一個犠牲者も出てしまったことですしね、上場企業で犠牲者出てしまいましたね。おととい申し上げたレナウンですね、もうこれ2つ目の犠牲者が出ないように、いや出ることは間違いないんだけど、せめて軽傷で済むように皆さんで手を取り合って中国を追い出しましょう、韓国を追い出しましょう、北朝鮮を追い出しましょう。それが我が国の、ひいては、同盟国のためだと主張して2問目とさせていただきます。ありがとうございます。